ツマイナス244の展示モックアップモデルツポレフツマイナス244とはロシアの航空機設計機関であるツポレフが開発しようとしている第二世代の超音速旅客機であるが2015年現在実際に製作着手はされていない模様であるかつてツポレフはソ連時代にツマイナス144を開発した実績があったしかしツマイナス144は 経済性など様々な問題があったため、商業路線で100便ほど運行されたにとどまった。そのため、ツポレフは、ツマイナス144の改良を研究していたが、ソ連崩壊に伴う、経済混乱で消滅しようとしていた。だが、ツポレフは次世代超音速旅客機を開発する、ツマイナス244計画を発表した。かつてのツマイナス144よりも大型の、 機体であり、300人が登場することができて、航続距離も太平洋を横断できる程度にするなど、経済性を大幅に改善することを目標にしていた。開発のために、米ロ両国の協力のもと、RA-77114 号機を操縦系統等にデジタル技術を取り入れた大幅な改造を行い、NASA によって1996年から数年間にわたって、 アメリカで試験運用された。このデータ収集の成果を元にするものと見られていた。またツポレフでは発注するエアラインがあれば、即時に計画を具体化できるとしている。ただし、2000年代初頭の世界の航空業界的は、高速性よりも経済性の方が重要視されているため、ツマイナス244をはじめとする、第二世代の超音速旅客機を実際に市場が求める。 可能性は、現在のところ少ないと言える。そのため、技術的に可能であっても実用化されるのは微妙で、あると言える。また現在の計画の詳細は不明である。ツポレフでは、超音速ビジネスジェット機として、ツマイナス444の構想も発表している。ありがとうございます。